なんかさ、こうお客さんのことはどういうふうに見てんの？うん、なんかまあよくライブ来る友達くらいに思ってますよ。うん、なんかさ結構さお客さんに対して毒づく、はい、毒づくまで言わないけどさ、まあそうですね。あれいいよね。あ、本当ですか。うん、あれは俺なんてさお客さんの前出たらありがとうございましたって感じでさ、じゃ あ, あのちょっと短いお時間ですが本当に、いや俺もそう思って、みんなそう、みんな気持ちはそう、気持ちはそう、それをさどう出すかっていう問題じゃん。まあ、出し方の問題、コミュニケーションの仕方の問題ですけど、ね、そうそう。それでさ、あさみくんのあのさ、お前らちょっと全然違えよ今日はみたいなさことを言ってるのは俺はすごいいいなと思うし、あそこが愛だなと思うんだけど。そうですね、これ俺のこう、うん、俺からの愛、俺あれできないんだよね。ですか、そうなんだ。本日はよろしくお願いいたしますって言っちゃうんだよ。俺そういう気持ちで、でもいや、みんなその気持ちで、もちろん。みんな気持ち同じ気持ちですけど、それぞれ。やっぱ、うん、まあそうですね。俺でもやっぱこうあそこにいるやつらにすげえ感謝がこうある。それが伝わってるね。そうですね。なんか見たことないこうエモーションみたいなものを、こう自分、俺は多分やっぱああいう風にこうでき、うん、自分も客だったらああいう風にできないから、うん。それでさ、やっぱ最初見た時も思ったんだけど、はいはい、あそこのさ客のさ、はいはい、集団がさ、むちゃくちゃじゃないですか、はい、人種が。それこそ外人がいたりとか、はい、いろんな人、あのいわゆるオタみたいな人たちもいるでしょ、はいはいはい、ね、それも結構な数いるじゃないですか。そうですね、アイドルカルチャーもあるし、パンクみたいな人らもいるでしょ。あ、まあ、そうですね、パンクっていうかこうなんか、うん、いわゆる そうですね、ロックのこう、うん、まあ、クラスターと、うん、いつかこういうお客さんめっちゃ来てもらいたい。いやだからそういうの頑張った方がいいよ。頑張って、うん、ね、こうじゃなくてこうでしょ。あのそれってどれですか。いやフェスにいる人これちゃうんです。これじゃん。それ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 。これ俺はこれ、うん、だからそれいないよ一人も。いやだからアナーキズムだから、ね、それがいないんだよ。これ俺はでもだってさ、これも絶対獲得。だってさフェス行ったらさ、はいはい、もう一糸乱れぬこれじゃん、これじゃん。そうですね、確かに。これかこれか知らないけどさ。確かに。うん、最近やっぱフェスのすげえ後ろの方にこういるんですよ、うん、これ、うん、これもいるから、うん、よしあったと思って、あ、ハバナイのライブの、ハバナイライブ、これもいるんですよ、うん、全部一糸乱れぬこれになったらどうする。それはそれとして受け、だって今までオタのさ、はいはい、人がさもう この瞬間にもう燃えようってさ、はい、暴れてる人たちだった人たちも全部これなんです。それの時は外人もこれ全部これ、いやこれはついに、いやまあ俺たちの、まあ、成功したってこと、成功したというも言うし、うん、ある種のアナーキズムの負けっていう、こう負けたってことで、ね、敗退ってことにもなるんだけど、お客さん的にはこれでもうね。そうバッチリ盛り上がってる。いや俺としてはやっぱあのやっぱこうモッシュピットがありつつ、うん、後ろにはこういう人がいるっていう、それはでもいいとこ取りのさ、いやいいとこ、俺はでもいいとこってやっぱ、うん、そこはやっぱりそこは欲望に、ね、欲望にやっぱり、そう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 、自分の理想と欲望を追求したいというこれがあるんで、前にこれがいて後ろにモッシュピットこれそうだった時、それそうですね、それさらにもう一回もう一回これ来たら嬉しいけど、そうなったらすごい強烈な、すごい絵だね。そうですね。何の話してんだか分かんなくなっちゃってたんだ。